今回の話を聞いて消費税なんて納めてやるか、そのように思った方も多いのではないでしょうか。こんにちは、永井です。今回は消費税は預かり金ではない、消費税の闇について、そういったテーマでお伝えしていきたいと思います。このチャンネルの過去動画では消費税について、預かった消費税から負担した消費税を差し引いて納税額を計算すると、そのように説明してきました。ところが多くの視聴者の方から、永井さん、消費税は預かり金ではないんですよ、間違ってますよ、そういった趣旨の意見をいただきました。そこで今回はそのようなご意見を踏まえて消費税の本当のところを解説していきたいと思います。この動画を最後まで見ると消費税の本質を理解することができ、今後あなたが取るべき行動が見えてきます。ぜひ最後までご覧ください。まずこのチャンネルではたびたびこのような図で消費税の納税額を説明してきました。売上代金に含まれる消費税、これを預かった消費税として、一方で経費の消費税、これを立て替えた消費税、負担した消費税として、それぞれに含まれる消費税を相殺して納税額を計算するんだよということですね。例えば売上が1100万円でしたら、100万円、これが預かった消費税、経費が合計で770万円だったら70万円、これが負担した消費税、立て替えた消費税ということですね。100万引く70万円の30万円がこの事業者が納めるべき消費税ですよと、そういった説明ですね。まあ、ところが、まあ、特に売上の方ですね、100万円の消費税って預かった消費税なのと、違うんじゃないのと、そのように言われることがあるんですね。で、早速結論なんですけども、なぜ売上の消費税は預かり金ではないのかということですね。これに関して決定的なのが過去の東京地裁の判決ですね。平成2年3月26日の判決なんですけども、まあ、判決文非常に長いんですけども、ざっくり言ってしまうと、消費税は消費者が納税義務者ではないんですよと、あくまで消費税部分っていうのは商品やサービスなどの対価の一部ですよということですね。この対価の一部という文言が判決には入ってるんですね。まあ、つまり事業者としては預かり金として当然に国に納税すると、そこまでは言えないんだというふうに表現してるんですね。まあ、さらに消費税法においては、まあ、消費税は預かった消費税から負担した消費税を差し引いて計算する、まあ、そのように預かり金という言葉は一切書かれていないんですね。そして現実的には消費税という名前がついているんですけども、これは付加価値税に該当するんですね。まあ、つまり企業が生み出した付加価値に対して課税されるものということですね。まあ、これを聞くと話が違いますよね。消費税っていうのは皆さんの共通認識としては、消費者が負担してそれを事業者が預かって納税するもんだと、そのように思っている方多いのではないでしょうか。まあ、ところが実際には付加価値税なんですね。こちらの図で説明していきたいんですけども、まあ、あえて先ほどの図と似せました。1年間の売上が1000万円でしたと、そして原価部分ですね、商品サービスの原価部分、これが700万円でしたということで、残りの300万円は何かというと、まあ、これがいわゆる付加価値なんですね。企業が新たに生み出した価値ですよということになるんですね。まあ、中身としては人件費ですね、従業員に還元してあげた分、それから借入金利息ですとか租税、そして利益ですよね。こういったものを合計すると付加価値というふうに表現されるんですけども、その付加価値に対して一定の税率をかけるということですね。まあ、このケースだと付加価値額300万円かける 10%、 30万円、これが付加価値税としての納税額になるということですね。先ほどの消費税の説明と比べて結果としては同じですよね。まあ、どっちから説明するか、どのようなアプローチで説明するかという違いはあるんですけども、計算結果は同じになるということになっております。このように消費税という名前がついてるんですけども、実態としては付加価値税だというふうに説明されることも多いんですね。そしてそれは決して間違いではないんですね。よってこの図を見ると消費税は預かり金だという発想は起きないですよね。ではなぜ消費税が預かり金と説明されるかということですね。まず一つ目、これ結構多いんではないかと思います。実は我々税理士の中にもこのような方多いんですけども、まあ、単純に消費税は預かり金だと思い込んでる方が多いんですね。常識でしょうと、何が預かり金ではないのというふうに思っている方結構多いです。そして、まあ、ここが消費税の罪深い闇の部分でもあるんですけども、結局政権与党ですとか財務省、国税庁は増税をしたいんですね。
増税をするための理由をつけたいということですね。で、来年導入されるインボイス制度への説明として非常に都合が良いということですね。インボイス制度がなぜ導入されるか、まあ、それの理由として一番に挙げられるのがいわゆる益税の解消ですよね。先ほどのように冒頭で説明した通り、消費税が預かり金であると。ところが免税事業者は預かっているにもかかわらず消費税を納税しなくていい、免税されているということですね。まあ、それっておかしいんじゃないのと。課税事業者はきちんと納税しているのに、免税事業者というだけで消費税がもらえてしまう、懐に入れられてしまう、それっておかしいんじゃないのということですね。まあ、税金を懐に入れてしまえること、それを益税というふうに言うんですけども、その益税を解消しましょう、まあ、そのためにはインボイス制度が必要なんですよと、まあ、これが今の政府の説明なんですね。政府といっても特にお役所ですね、財務省、金融庁が目指している増税のためにそういった説明がされるということですね。で、もっと言ってしまえば、そもそも消費税を導入する際の理由として預かり金という説明が都合がいいんですね。つまり事業者としては預かっているだけ、あくまで負担しているのは消費者ですよと、まあ、さらによく消費税が正当化される説明として、幅広く消費者に平等に負担する税金ですよということですね。まあ、ところが先ほど説明した通り、実態としては付加価値税と言われることが多いんですね。まあ、つまり消費者が負担しているというよりも事業者が負担していると、付加価値に対してですね、そういった説明がされるんですね。まあ、それに対して増税したい側としては、預かり金なので納税してくださいねと、そのように言った方が多くの国民が納得してくれるということですね。まあ、ちょっとこの辺、そもそも消費税ができた経緯、それからインボイス制度が始まる背景、そういったあたりの闇の部分とも言えますよね。まあ、さらに、まあ、これは私が預かり金というふうに過去に説明してきた理由になるんですけども、説明が非常にしやすいんですね。このチャンネルの動画だけではなくて、対お客さんに対しても非常にこれは説明しやすいですね。まあ、お客さんとしては消費税ができた経緯なんて知る由もないので、なんで消費税事業者が負担しなきゃいけないんですかと、まあ、そういった場合に、いや実は消費者が負担している税金を預かっているんですよと、そのように説明した方が事業者を納得させられるということですね。まあ、この辺正直税理士側も説明をはしょっているといった点は否めないんですけども、まあ、こういったことが言えるということですね。そして会計処理を見てみると、消費税預かり金ではないかというふうな錯覚をしてしまうんですね。まあ、税抜き経理と呼ばれる経理方法ですね。消費税部分を分けて会計処理する方法なんですけども、例えば商品を税込み1100円で売り上げましたといった場合に、貸し方の方ですね、売上は税抜き金額1000円というふうに計上するんですけども、100円の消費税部分については借受消費税という勘定科目で計上します。まあ、これ借受消費税、実際には預かり金のような扱いになるんですね。そして逆に仕入れた場合ですね、770円で仕入れたといった場合は、借り方ですね、仕入れ金額700円、これを税抜きで計上するんですけども、借払い消費税として70円計上すると。そして100円の借り受け消費税、預かり金から70円の借払い消費税差し引いて30円が納税額ですよということになるんですね。まあ、この辺の会計処理を見てしまうと、消費税って預かり金のような気がしてきますよね。まあ、こういったことからも消費税は預かり金だと説明されることが多いということになってるんですね。とはいえ、先ほど説明してきた通り、消費税は預かり金ではないですよと、過去の地裁の判決ではそのような結論に至ってるんですね。よって預かり金だと言い切るのは正確には間違ってるかもしれません。まあ、この点国税庁はですね、預かり金的性格というふうに都合のいい言葉で表現してるんですね。まあ、なかなかこの辺説明がうまいなということなんですけども、まあ、預かり金的性格が正しいかどうか、まあ、その辺議論の余地はあるんですけども、国税庁としても預かり金と断言していることは避けていると、あくまで預かり金的性格だというふうに言っているということですね。まあ、ぜひ国税庁のホームページ見ていただければ、そのような表現載っておりますので、参考までに検索していただければと思います。まあ、今回の動画を聞いて、消費税なんて納めたくねえなと思った方結構いらっしゃるのではないでしょうか。まあ、皆さんとしてどのように対応していけばよいかということですね。やはりインボイス制度は廃止すべき、まあ、そもそも消費税なんて廃止すべき、まあ、そのように思っている方って結構多いかと思うんですね。まあ、少なくともさらなる実質的な増税であるインボイス制度、これは廃止したいと、延期させたいと、まあ、そういった方、まあ、実は来年から始まるんですけども、経過措置が6年間あるんですね。その6年間のうち前半の3年間はインボイス制度のインパクトが 20% にとどまりますよと。で、その後は 50% 半分にとどまりますよと。そういった経過措置が設けられているので、実はまだまだ
完全な制度の始まりには時間があるんですね。まあその間に様々なことが起きるかもしれません。まあ予期し得ない経済不況などがまた起きてしまうという可能性も十分考えられますよね。よって世論によってはインボイス制度延期ということも十分に考えられます。まあ現に消費税の増税過去に2度も延期されてますよね。まあそういったことからインボイス制度到底受け入れられないという視聴者の方、まあ、ぜひ反対の声を上げていただければと思います。まあ、どういったところに訴えればいいのか、このチャンネルの過去動画でも解説しておりますので、下にもリンク貼っておくので、ぜひそちらも参考にしてみていただければと思います。まあ、それ以外にも過去動画でインボイス制度についてちょくちょく扱っておりますので、インボイス制度について知りたいと勉強したいという方はそちらも合わせて見ていただければと思います。今回は消費税の本質の部分について切り込んでみました。今回の動画なるほどなと思っていただいた方、ぜひグッドボタン押していただけると嬉しいです。チャンネル登録がまだという方もぜひチャンネル登録をお願いします。またこのチャンネルで取り上げてほしいテーマなどありましたら、ぜひコメント欄にどしどし記載していただければと思います。まあ、今回も皆さんがコメントしていただいた内容をもとに構成させていただきました。いつもコメントをいただき非常に助かってます。今後もいろんなご意見いただけるとより良い動画が作れますので、ぜひどんどんコメントいただけると嬉しいです。それではまた別の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。